こんにちは、テクノセです。今日はですね、50年以上も前に人間の消費行動とその裏にある巨大な構造を分析した天才、ボードリアールさんの話です。それでは行ってみましょう。 はい。それでは、ジャン・ボードリアールさんなんですが、この方はですね、フランスの哲学者です。現代思想に大きな影響を与えたポストマダンの代表的な思想家とされるっていうんですね。そのボードリアールさんがですね、私たちにですね、君たちはなんでそのものを買ったんですかって聞いてきた場合、私たちは何て答えますかね それはね、欲しかったから買ったんですよって言ったらですね、それは答えになってないですよって言われますね。なんで欲しかったんですかって言われるんですよ。そこでですね、ボードリアーラさんはですね、あなた方が物を買う理由は4種類あるんだって言うんです。その一番目は機能体系。これはですね、その物の機能が欲しいわけですよ。便利だから。例えば、ノコギリとか。 金槌ちとかですかね。次がですね、非機能的体系。これはですね、収集家とか愛好家とかのマニアが買うものです。そこにはですね、実用的な役割っていうのはね、期待しないですよね。そういったものです。で、次にですね、メタ機能。これはですね、コノテーションを持っているものっていうんですけど、つまり、 記号とかコードとかを持ってるものなんですよ。簡単に言ったらですね、そのものというよりもそのブランドを買ってるっていうことですね。最後がイデオロギー的体系なんですけど、これはですね、先ほどの記号とかコードとかを買ってましたね。その記号化がですね、ものだけじゃなくて社会も文化も全てに行き渡ったもの、その一部を買うってことなんですよ。そしてですね、昔は一番の機能体系を買ってたんですよ。でも現代の消費社会ではですね、 3番目から4番目の記号を買うようになってるんだって言うんですよ。それは一体どういうことなのかというと、まず記号について考えないといけませんね。記号っていうのは何なのかというと、記号っていうのはですね、差異を表示するものなんですよ。A は B ではない。B は A ではない。ここに意味があるんですね。そして私たちはその記号やコードが乗っかった商品から何を読み取るかっていうことなんですよ。もちろん違いを読み取ってるんですね。その違いとは何かっていうと、 単純に言うと社会的地位や身分階級の差を読み取ってるんですよつまり、消費行動っていうのは、自分が意識するかしないかに関わらず、自分の社会的ヒエラルキーの位置の表明であり、お互いのそれの確認のためになってたんですね。次に、消費と生産なんですが、私たちに欲しいものがあって、その欲求を満たすために誰かが生産してくれてるんじゃないっていうんですよね。巨大な資本主義社会 のの中ににいてて生産のために消費が必要なんんだって言うんですよつまり消費っていうのは消去と同じ意味なんですね。そして現代の主要な生産物記号にはその原材料はただなんですよ。私たちは原材料もかかってないようなものに高額な対価を支払う場合があるんですよ。そしてボードリアールさんはあらある欲求は記号と差別の客観的社会的要求に従って再組織される。つまりこういうことなんですよ。 私は物自体を消費しているのではなくて、自分の集団への所属を示すためか、そこを抜け出してより高い地位の集団に移るためなのか、あるいはそういうふうに他人から思ってもらうためにですね、物を常に消費しているっていうことなんですね。しかも、この行動が最下の強制やある種の高度への服従であることには無意識なのである。なぜなら、最の秩序の形成はそもそも最初から社会全体のなせる であって個人を超えたものだからでであるっていうんですよそして消費は集団的な強制された行動となりモラルとなり制度となる消費と欲求に限りがないのはそのためであるっていうんですねその消費社会が以前の社会とは異なってもはや神話を生み出さなくなったのはなぜだろうか消費社会そのものが消費社会についての神話となっているからであるっていうんですよこれはですね 誰かが作って誰かが仕掛けてきたフィクションの社会になっているってことですねつまり仮想の社会になっているってことなんですよボードリアールさんはここを一番危惧したんですよ私たちの社会や私たちの生産や消費が全て仮想になってしまった時間もなければ空間もない世界になってしまったっていうところなんですねその先が一体どうなるんだってことなんですよ例えばですねマイクロソフトの主な飯の種は自社で開発したソフトウェアのコピーであって Google の商売は 仮想空間にプラットフォームを作ること、それから私たちは SNS という仮想空間の中でコミュニケーションを取るようになってるんですね。遺伝子っていうコードを組み替えた作物っていうのは前からありましたけど、現在はウイルスの遺伝子の一部を人間の細胞の中に取り込むという今まで地球上にいなかった新しい人間をですね、世界中で大勢作り出してるんですよ。こんな風にですね、ボードリアールさんが恐れてた ありとあらゆるものの高度化と、ありとあらゆるものの仮想化っていうのがどん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 進んでるんですよ。この先にですね、私たちを待ち受けているものは一体何なんだっていうことなんですよ。ただですね、高度化や仮想化も人類の進歩なのかもしれないんですよ。ですからその吉橋の判断を保留しとくとしてもですね、高度化できるということはですね、プログラムできるということを意味してますよね。誰がですね、私たちや私たちの社会をプログラムするんでしょうか。私たちは大して必要でないものを両手にかか 周りから圧力をかけられていることにも気づかずに前へ前へと進んでいるようです私たちは一体どこへ向かおうとしているのかこれがですねボードリアールさんの問いだったんですね。ててなことで本日の「ボードリアールの消費社会の神話と構造」の話でしたありがとうございましたそれではまた次回でお会いしましょうさようなら